大相撲春場所初日2024年3月10日エディオンアリーナ大阪大相撲春場所は10日エディオンアリーナ大阪で初日の取り組みが行われ初場所で自身9度目の優勝を果たした横綱照ノ富士32イコール伊勢ヶ浜部屋は小結錦木に33イコール伊勢の海部屋に敗れ痛恨の黒星発進大関霧島 27イコール陸部屋と豊昇龍24イコール立浪部屋も敗れいきなり1横綱に大関に土がつく幕開けとなった今場所は琴ノ若が大関に昇進し21年名古屋場所以来2年半ぶりの1横綱4大関時代が到来上位が充実する中注目の照ノ富士は結びの一番で帰り小結びの錦木に肉杯最後は力なく寄り切られ 体体黒星発進となった新大関となった琴ノ若は平幕熱海富士をはたき込みで下し白星発進首の怪我で先場所を途中休場し自身8度目の角番で迎える大関貴景勝は前頭筆頭の難敵浅野山をはたき込みで撃破し意地を見せた残る大関勢では豊昇龍が前頭筆頭の技氏裏に肩透かしで敗れ 黒星発進。霧島も小結び、阿炎に苦杯、初日にして4大関のうち2人に土がつくことになった。また、史上最速隊の初土俵から所要急場所で新入幕を果たした孫富士は、再入幕の大奄美を送り出しで下し、白星発進を飾った。